名の花名の花は、アブラナカアブラナ族の花の総称。特にアブラナ、または、西洋アブラナの別名としても用いられる。また、ノの花は、ナタネ、カブ、白菜、キャベツ、ブロッコリー、カラシナ、ザーサイなど、アブラナカアブラナ族で種として花を食するものを言う。なお、アブラナ族以外のアブラナ科の植物には白や紫の花を咲かせるものがあるが、これを指して、 白い菜の花、大根の菜の花ということもある。油菜は、菜種油の原料となる。また、菜の花の名とは、食用の意味であり、菜の花とは、食用の花の意味である。食用の菜の花には、葉が柔らかく、家系と蕾と葉を利用する、在来種と、葉が厚く、主に家系と葉を利用する、西洋種がある。交体菜など、中国野菜由来の新品種も登場している。 野菜としては、足が早い方なので、保存する場合は加熱してから冷蔵することがある。ビタミン C やミネラルが豊富な緑黄色野菜であり、アクは、ほうれん草の20分の1以下なので、調理にあたっては茹ですぎないことがポイントとされる。菜の花畑春、一面に広がる、菜の花畑は相関で、代表的な春の風物詩でもある。主産地の広大な菜の花畑は、 観光資源となっている。切り花用として利用されるものは、チリメン白菜や改良品種で、葉が白っぽく縮れている。ただしこれは食用にも利用されるため、栽培時期や方法の違いによって、出荷先が変わるだけとも言える。西洋カラシナは、丈夫で瓦や荒れた土地にも繁栄するため、河川時期や堤防、空き地に発種し、菜の花畑を作るケースがある。 栽培2012年の菜の花の収穫量は日本全国で約5222トンで、主産地は千葉県が1958トン、徳島県が1248トン、香川県が725トンであった。2から3月だけで回る旬を残す野菜だったが、予例技術により出荷時期が伸びてきている。また、観察花菜のように初頭から出荷されるものもある。各地に 伝統野菜がある。現代の日本では、ナタネ油ア菜用の油菜畑はあまり見られなく、なったが、その他の油菜属族の野菜も、黄色い、菜の花を咲かせるため、その種子採取用の畑が、菜の花畑として親しまれている。千葉県では、早春の油菜の他に、野菜類が、青森県横浜町では、油用の西洋油菜新州の菜の花畑は、野沢菜が、 それぞれ5月に開花する。飯山市では、連休中に、見ごろとなるよう、野沢菜の、葉しゅを調整している。文化菜の花は、身近な春の光景として親しまれてきたため、文学や言葉に登場することも多い。文学作品などに登場する菜の花は、明治以降は、幸いが拡大した、西洋油菜が主体とみられる。山村墓町、風景純銀も、 在庫指揮雲南省は中国全土の4分の1の菜種を生産しており、特にラ・タイラ県には2万6千ヘクタールの広大な菜の花畑があり、最大の産地となっている。菜の花は菜種油の原料、食用、修正材の原料として用いられる。ラ・タイラ県のカルスト地形に並ぶ菜の花畑は観光資源にもなっている。カラシナ、ありがとうございます。